流儀ですね。今回は痛みを経験しなければ強くなれない、痛みを経験しなければ強くなれない、痛みを経験しなければ強くはなれないかな、はい、これってまあなんだろうな、まあ僕もね、鹿児島で独立していろんな痛い目、いろんな苦難がありました。でもそれをな、それがなかったら多分今ないし、もっと過去を遡ると、会社に泊まり込みしてね、ずっと働いてた、まあ、しんどい思いしてきた、だから今の主軸、ぶれない軸っていうのがあるんですよ。でもその痛いところから逃れてると、まあみんな痛いの嫌なんですよ、痛いの嫌なんですね。失敗したくないし、なんか とりあえずなんか痛いの嫌なんですよ。でもその痛みを恐れていたら、その成長はないですね。まあよく僕は言うんですけど、筋肉ぶっ壊さないと筋肉蘇生できないじゃないですか。でもその筋肉も筋トレしてる時にね、あ、もう無理っていう、痛い、しんどい、疲れた、もう無理っていうところをもう一個やることによって破壊されてね、また蘇生して筋肉が増えるわけじゃないですか。ですよね。でもこれ痛いのから逃れてたら筋肉強くなんないですよ。腕立て1回でマッチョになれます？腕立て1回でマッチョになれない、ボディービルダーになれます？まあボディービルダー目指してる人少ないかもしれないですけど、物理的に無理じゃないですか。腕立て1回でなんかシュワちゃんになれるみたいなね、なわけないやんと。だからつまり痛みは必要なんですよ、成長する上で。筋肉が一番分かりやすい、身近で例で言うのはね、筋肉に痛みがない、なんか負荷がないんであるならば成長しないですよ。だから人間の心もそうで、人間の心もいろんな痛みを乗り越えることによって心の筋肉がついていくわけですよ。でも心の筋肉ってのは見えないんですよね。この筋トレの場合はね、こうやってね、こうやればまあ見えるじゃないですかね、あ、ついてきたみたいな、腹筋割れてきたぞみたいな。でも心の筋肉って見えないですよ。だからこれがね、厄介なんですよね。だからその見えるから人って、ああついてきたとかね、痩せたとかね、目に見えるとモチベーション上がったりするじゃないですか。でも心の筋肉って全然見えへんから、これよくわかんないですよね。だからこれがまあちょっと難しいとこなんですけど、ただまあ心の筋肉を鍛えまくってきた僕から言うと、まあ心の筋肉を鍛えるとどうなるかっていうと、圧倒的な自分ができてきますね。自分という人間が出て、自分という人間が作れる。多くの人は自分という人間を作れてないんですよ。申し訳ないですね。多くの人は自分という人間を作れてないです。周りの目を、もう、周りの目を気にして、周りを生きてるんですよ。わかります？これ自分の心の筋肉がない人は、周りの目を気にして周りを生きてるんですよ。だから自分を生きてないですよ。自分を作ってないですよ。俺はこう思うと。社会はどう言おうと、俺はこう思うと。っていう、その、まあ、哲学、思想みたいなもんなんですけど、そういうのがないんですね。ああ言えば、なんか、そっちに流れるみたいな。これが儲かるよって言ったら、そっちに流れるみたいなね。俺はこれで行くみたいな。まあ、はっきり言って僕もね、マジで、この15、16年で、いろんな儲かる方法、裏側の儲かる方法を見てきましたよ。実際知ってるし。だけどブレないんですよ。わかります？それは自分が作れてるからです。常に情報発信して、情報ビジネスいいよってずっと言い続けるし、これからもやるだろうし、ブレてないですね。ブレてないブレてない、切れてないって話なんですけど、だからそれはなんでブレない、僕がブレないかっていうと、圧倒的なその痛み、心の痛み、その心の筋トレしてきたんで、だから人より全然ブレないっていうことですね。だから心の筋トレすることが大事ですね。なんか、だから嫌なことを言われたくないし、傷つきたくないし、みんなそうなんですけど、傷ついてしまえと。擦り傷いっぱいあった方がいいよと。擦り傷 あるぐらいじゃないと、まあ人生乗り越えられないんじゃないかなと思いますね。まあ乗り越えられないというか、まあ流されて終わりですね。なんか本当に自分を生きるっていうことは難しいと思います。はい、ということで、いってらっしゃい。